22年前に起きた連続殺人事件。懸命の捜査も虚しく、事件は時効を迎えた。はじめまして、私が殺人犯です。あの事件の全てを今こそ語らねばならない。なんで捕まえないの警察。私のお父さんこいつに殺されたんだよ。あの時捕まえてれば。先生の目の前で奥様を殺したのは私です。この手で犯人を殺したい。復讐したい気持ちはわかる。でも殺しはダメだ。人々を魅了する殺人の告白、そこには続きがあった。牧村刑事じゃないですか。あんたはどんくさいから5人も死んだんだよ。てめえこの野郎。なんでこんな目に遭わなあかんのですか。あいつ殺したらお父さんも喜んでくれるよ。動画投稿サイトにある映像がアップされました。放送できません。まだ足りない、もっと必要だ。不敵な笑みを浮かべる殺人犯、日本中を釘付けにする告白の行方は。どんなことをしてでも見つけ出す、そう誓ったんだ。22年もかかったんです。22年目の告白。